6月22日、朝の御言葉。彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び。ゼカリア書6章13節キリストご自身が主の霊的な神殿の建築者であられる。そして主は、それを主の変わらない愛情と全能の恵みと絶対に確実な真実との 山の上に建てて来られた。しかし、ソロモンが神殿を建てた時のように、材料を備えることが必要であった。レバノンの杉の木はあるが、それらはまだ組み立てられていない。それらはまだ切り倒されておらず、形を整えられておらず。従って、楽園における種の大神殿を飾る、香り高い材料とはなっていない。また、 石切り場にある天然石も切り出されて四角にされなければならないこれらは皆キリストご自身の仕事である個々の信者は準備せられ磨き上げられ神殿におけるそれぞれの持ち場につく備えをされるこの準備の仕事はキリストご自身がなされるのである観難はキリストによって用いられるのでなければ 決して人を清めない。私たちの祈りと努力も心を正されるイエスの見手が加わらなければ私たちを決して天国にふさわしいものとはしない。ソロモンが神殿を造営するとき工事中土や斧、その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。なぜならすべての部分が ただ組み立てられるばかりに準備が行き届いていたからであるそのようにイエスが作られる神殿も全ての準備は地上においてなされる私たちが天国に入る時そこにおいて私たちを清め観難をもって訓練する必要はもはやないのである私たちはこの地上において手入れをされなければならないキリストは前もって すべての準備をされる。そしてその準備が完了したとき、私たちは愛の御てに導かれて死の川を渡り、天のエルサレムにつき、死の神殿の永遠の柱となっていこうのである。死の眼差しと心遣いのもとに、神殿は造営され、荘厳に、堅固に、また美しく、 雲の彼方に輝き渡る。